森の迷魚たち、みんなお話をちょっと喋るんで、森の迷魚たちは、産業革命、バンド産業革命が、ちょっと人前でライブしたいなと思って、始めたイベントなんですけど、このように回を重ねるごとに、素晴らしいバンドばっかり集まってしまって、あんまり思惑とはかけ離れたいいイベントになってしまいました。我々もできうる限り、今日集まってきた皆さん、のために、我々っ、ぽい感じで頑張りたいと思います。結成して10周年になりまして、ありがとうございます。年齢も結構いっちゃってるんですけど、どういうバンドか、なんか触られてる一言言っても、どういうバンドか、改めてですね、今日先生呼んでますんで、バーキ先生の、授業ということで、産業革命、の授業をさせていただきたいと思います。じゃあそんな感じでね、一応ライブなんで1曲やらさせていただきます。秋葉さん、お願いします。